話の肖像画歌手俳優武田鉄矢1人生の後書き書き終わらない武田鉄矢フォークグループ海援隊でデビューし俳優映画やドラマの原作司会テレビのコメンテーターとマルチの才能を発揮する武田鉄矢さん4月で75歳となる今年は今までと少し違う予感がするという私は強烈な過去をいくつも持っておりましてね語りたい思いがあるんです本で言うと人生もぼちぼち最後の後書きかなと思っているんですよところがなかなか後書きが書き終わらない我が人生おそらくばったり行くまで仕事するんだろうなっていう予感がいっぱいでそれというのもジャンル違いのある演歌歌手から演歌の歌詞書きませんかと言われまして1作だけ書いたことがあり大して評判にもならなかったんですけどそれを聞きつけた別の演歌歌手からちょっとこっち側に来ないかとみんな大御所ばかり立て続けに自分に演歌の才能があるとは思わないんですけど演歌のフレーズを持っているフォークシンガーだって言うんです言われないと気づかないんですよね人間ってそれが春先から次々と作品になるんじゃないかと思います歌謡曲を紹介する BS テレ東番組武田鉄矢の昭和は輝いていたで司会を務める武田さんさながら昭和歌謡の伝道師といった雰囲気を出している私は昭和という歴史の中で歌を解釈していくその一曲が生まれてきた時代を見つめようということです例えば美空ひばりさん彼女の人生は敗戦を背負って生きていこうと決意した少女の物語だと思っています日本にむごいことをしたアメリカを非難しないだから東京キッドで進駐軍からもらったであろう自由とチューインガムをポケットに入れている敗北を認める歴史的責任を果たした私の父もそうですが生き残った元兵士も含め敗北者としてきちんと生きられたそういう意味の歌謡曲を見つめ直しそういう歴史の中に生きている自分とは何かフォークソングとは何かという話ですあの人はやっぱりどこか真剣に日本でしたよね私目撃したことがあるんです民放の歌番組で海援隊をゲストで呼んでくださったんですよひばりさんは海援隊の母に捧げるバラードが大好きでひばりさんは貧乏追い分けを歌うのですがちょっとテンポが早かったので収録のカメラを止めたんです早いとスタジオ中静まり返りましてねするとバンドの指揮者にこれひばりの歌なんですよと言うんですひばりの歌は最初にお聞かせした通りになぞらないとその歌を気に入ってくださった世代がおられるので時代が変わったから歌も変えますというわけにはいかないんですと敗戦後のあの時に流れたリンゴ追い分けのリズムでということですあの歌をあの時に聞いた人たちの耳にあの時代を呼び返すように歌うのが歌手の責任だということですこの人は命がけだと思いましたこっちはちっとも命なんかかけていないのに武田さんは他にも多くの大物と共演してきた最近見つめ直しているのは南春夫という怪人物です忠臣蔵に財を取った浪曲講談俵星玄馬を歌謡に仕立て上げものすごい力みで歌うんですよね BS テレ東の番組で娘さんとお会いした時に聞いたのですが父はシベリアに抑留されて日本に戻ってきてから抑留生活のことはほとんど話さなかったというのです負けた戦争に対し間違ってはいなかったんだ兵士は最後まで立派に戦ったんだという主張ではなかったろうか赤穂浪士を陰から支えた俵星玄馬に戦前の日本人の良き美徳みたいなものを見て歌謡に託して歌い続けたのではないかと思いますね南さんは日本のイベントに無我夢中で歌で参加する人でしたよね昭和39年の東京オリンピックでも45年の大阪万博でも明るく歌うわけですそれは負けた戦争に対するルサンチマンではないでしょうかそう思った時戦後昭和の歌謡曲はきちんと戦争を背負って歩いているんだなと思いましてねそういうのが今年自分の中でも少し作品になるんじゃないかなとプロフィール武田鉄矢昭和24年福岡市生まれ47年にフォークバンド海援隊でレコードデビュー代表曲は母に捧げるバラードを送る言葉俳優としては52年公開の映画幸福の黄色いハンカチを皮切りにドラマ3年 B 組金八先生101回目のプロポーズなど数多く出演坂本龍馬を敬愛し龍馬関連の映画やドラマ漫画の原作も手掛ける